今日の歌唱に願いは叶えられると出ていた。だからあなたが来たのかな。この世にこんな起死回生、天命に逆らう気があるなんて。天候は健やかなり、君子持って自供してやまず、さらに研鑽を深めます。急すればすなわち返事、返ずればすなわち通ず、通ずればすなわち久し。この仕事が歌唱の予想通りうまくいきますよう。歌唱によると今日は家にいるべきですが、ま、今回は特別にあなたの要求に従いますか。たく価格、天に従い人に応ず。歌唱の予想通りですね。どうやら今日の毛は結婚の際だったようですね。待ってください。まずはこの歌唱のどこに問題があるのかを知りたいのです。料理は支障を生じ、支障は発揮を生ず、発揮は気境を定め、気境は太陽を生ず。今日の歌唱は我々に有利です。歌唱によると私の位置はここですね。同性相応、同類相求。どうやらあなたは私と同じ志を持っていますね。来ましたね。今日の運勢を占ってあげましょう。お静かに。今朝毛は何にするかを占っています。まだお仕事中でしたか。駅境に君子終日献献し、夕べに適弱たり、危うけれども都がなし、という言葉があります。まさに今の若様ですね。素晴らしいです。これはまあ、こうした不意打ちは予測できてしまったら驚くことができませんしね。若様、ありがとうございます。今日の歌唱で良き人に会えると出ていた。そうか、私の髪で三つ編みしないでください。ほどくのが大変です。はい。手相を見てほしいのですか。コントは人の腹部のことです。根は四重にして動くや豪なり、姿勢にして特報なり。占いはただ天命に従うことではない。人事を尽くして天命を待つことこそが正しい処世術ですよ。なんで私の占いは当たらないのか。もしや私はまだ占いの書を理解できていないのでしょうか。あなたは頑張っています。必ず立派な空想の主人になれますよ。占い結果が下課だったことを伝えたら
どうして相手は不機嫌になったのでしょう。私に占いを頼んだのはその人だったのに。象、これ我にあらず。断り、弦より王ず。け、これ主なし。数は命より運ぶ、と言います。私は、天地万物への探索を、やめませんよ。